北鉄奥能登バス株式会社は、石川県輪島市に本社を置く、北陸鉄道グループのバス会社。主に奥、能登を営業区域とする。金沢駅への特急バスや、野戸鉄道の廃止代替バスも運行している。奥能登地方における乗り合い自動車は、大正時代から個人事業者の営業はあったが、1935年に運行を開始した。 小栄バスを除くと、北陸鉄道発足以後も旧門前町を除くと、和島木の裏、和島宇室など、能登半島外裏を中心に、わずかな路線にとどまり、能登半島定期観光バスも、国鉄バスとの共同運行だった。1979年に、奥能登特急線の運行が開始されると、利便性の高さから好評となって増発され、さらに、 野戸有料道路が延長されると、1990年以降、鈴市への鈴特急線、野戸町への牛妻脇特急線が運行されるようになった。そのように新しい路線が運行される反面、ローカル路線は乗客減少に悩まされており、不採算路線維持のために、北陸鉄道本体から分離して個会社化することになった。1989年には、 門前営業商本社に、のと中央バスを設立して、運行を開始した。2001年にはのと、鉄道七尾線の穴水駅輪島駅間の廃止に、伴い、代替バスの運行を開始している。奥のと観光開発はもともと、北陸鉄道の子会社として設立され、大崎島、レストハウスレストラン奥、のと、ワニ崎レストを運営していたが、 1992年に、レストラン奥、のと、ワニザキレストの営業終了後は、運営対象の施設がなくなり、実質的な休眠会社となっていた。1999年に業態を転換、北陸鉄道から、奥の都地区の路線の譲渡を受けて、路線バス運行を開始したが、 業態転換後も社名が変更されなかったため、一見しただけではおよそバス会社らしからぬ社名になっていた。その折、西日本 JR バスが2002年3月31日に、穴水支所、のと飯田発出所を閉鎖して、のと地区から撤退したのに伴い、穴水地区の路線を、のと中央バス、飯田地区の路線を、奥のと観光開発がそれぞれ譲り受けしている。 さらに2005年には、能登鉄道能登線の全線廃止に伴う代替バスを運行することになり、結果的に、能登半島の奥能登地区の公共交通は、北陸鉄道グループのバス路線に一元化された。しかし、その後能登線代替バスの運行では2社での運行による連携の問題等で弊害が出たこともあり、北陸鉄道は2008年、 グループ会社の再編の一環として、能登中央バスを、存続会社として、奥能登観光開発を、九州合併、能登中央バスを、北鉄奥能登バスに、社名変更の上本社機能を、門前から和島へ移転して、現在に至っている。2020年4月時点、能登鉄道代替バスについては口述。能登鉄道能登線の廃止代替バス。 バス転換当初は、穴水鈴間を直通運転する穴水鈴線が多かったが、長距離便のため定時運行が困難で遅れが、向上化したこと、沿線人口のさらなる減少などの理由によって、ダイヤの見直しが進められ、2020年4月時点は、穴水鈴間の穴水境列線、牛津鈴間の牛津鈴線の二つに対別されている。このほか区間便や、 両区間を直通する穴水鈴線もある。能登鉄道能登線の廃止代替バスで、旧能登中央バスの路線である。内陸部の名船寺を経由する、A 線、海沿いの岩車を経由する、B 線、国道249号を通り能登橋棒を経由する、C 線の3つに対別されている。能登鉄道能登線の廃止代替バスで、9億能登観光開発の路線である。 海沿いの小木町経由が A 線、内陸の十八束経由が B 線、鈴道路経由の快速が C 線の3つに大別されている。穴水地区の区間便に相当する。定期観光バス、奥野と号は、1961年5月に国鉄バスとの共同で運行を開始した。1980年代には、石川さゆりのレコード。 能戸半島の大ヒットによる、能戸観光ブームもあって集客源となっていたが、ブーム終焉以後は、乗客が減少し、1995年3月には、共同運行を行っていた、西日本 JR バスが、定期観光を休止し、北陸鉄道担当便も2003年7月、能戸空港開港時に姿を消した。奥野と豪の廃止後は変わって、能登空港発の、 のとこいじ号及び、わくらオンせ発の、のとフライト号が運行され、のと半島の観光振興に貢献してきたが、のとこいじ号は思うように乗客が伸びず、2010年3月31日の運行を最後に廃止された。なお、奥のと号は、北鉄の飛バスにより現在も運行されている。メーカーは三菱ふそう、日の旧日産ディーゼルの三車製を使用している。 路線車はすべて中型、小型バスである。また、ノランケバスでは、トヨタハイエースも使用される。原則として、自社発注した車両と北陸鉄道本体あるいは、グループ各社から転属してきた車両を使用しているが、ギフバス等グループ外の他社から移籍してきた車両も、少数存在する。2010年代には、 横浜市営バスから移籍した日野の大型ワンステップ車も一台在籍し、主にのと、鉄道の都線廃止代替バスとして運行されていたが、その他が温泉バスに転属し、現在は大型路線バスは在籍していない。特急車は三菱を使用している。トイレは設置されていないが、前述の特急バスではトイレ休憩が設定されている。2007年度末に、 鈴市との間で、同社一般路線バス利便性工場についての協議が持たれ、それと、並行ししない全世帯に、バス利用に関するアンケートを実施、その結果を踏まえさらに協議を重ね、2010年4月から、新ダイヤによる運行を開始した。また、2014年には、輪島市との間で、輪島特急線における、停留場を絞るなど、さらなる時間短縮を目指す、 超特急バス創設についての協議に入り、翌15年3月に種別を、スーパー特急としたバスの運行を始めたが、現在は運行されていない。ありがとうございます。